ヒエロニムス・ホルツ・シューアーの肖像は、ドイツのルネサンス期の巨匠アルブレヒト・デューラーによる1526年の万丈の油彩画である。現在はドイツのベルリン絵画館に収蔵されている。署名は左上隅にあり、ハイロニムブス・ホールツ・シュバー・アン・のドゥミエヌ・アイ1526イタテス・スベ57と記されている。本作は、デューラーがヨハン・クレベルガーの肖像と、 ヤコプ・ムッフェルの肖像を描いたのと同じ年に、ニュルンベルクで制作された。ホルツ・シュワアーは、地元の貴族であり、評議会で上院議員及びお任命官を務めていた。作品は、ヤコプ・ムッフェルの肖像と同じ大きさであるため、公式の祝賀会用に依頼され、市役所に展示された可能性があると推測されている。緻密な描写の見事さとともに深い人間性の把握を、示す。 デューラ最晩年の肖像画の一つである。コスティンティーのポーキュ、エド、デュアラー、ミラン、リゾリー、ハット NHK ベルリン美術館1ヨーロッパ美術の、聖歌、角川書店、1993年刊行、19校、ISBN4 から04から65901から52021年8月30日閲覧。ありがとうございます。